九州北部豪雨の被災地にて、緊急災害対策派遣隊を激励する国土、交通大臣、石井啓一緊急災害対策派遣隊は、地震、水害、土砂災害等の大規模自然災害に対応するため、被災自治体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に、対する、 技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するために国土交通省に設置されたものである。A 省の略でもあるテックホースで呼ばれることが多い。災害復旧は災害が発生する都度、施設を管理する各自治体が体制をとって対応してきたが、被害が起こる前の事前準備という側面で見ると、特に大規模な災害が発生した地域においては人的にも 技術的にも十分な事前の準備ができていたとは言えなかった。そこで今後増大するであろう、自然災害への対応の迅速化と充実を目指し、事前に隊員を指名し、研修を実施するとともに必要な資機材の準備を行い、地方公共団体の支援を実施する目的で創設された。国土交通省本省、国土技術政策総合研究所、国土地理院、 地方支分部局、気象庁に設置される。具体的な任務は、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧であり、専見班、現地支援班、情報通信班、高度技術指導班、被災状況調査班、応急対策班、輸送支援班、地理情報支援班、気象、気象情報提供班で構成される。 先見班が使用するものに各地方整備局が所有する災害対策用ヘリコプターがある衛星通信社渡り場での排水作業状況をありがとうございます。